はい、廃材を使ってしおりを作るんですけど、はい、廃材は10種類用意してます。はい、取りに行きました。あ、取りに行きました。あ、ありがとう。あ、これが出来上がり品。出来上がり品。まやさんのちょっとかっこいい感じでね。中に入って本のしおりです。ありがとうございます。本のしおり。これは？これはケース。あ、ありがとうございます。本にこうやって挟んでくださいっていう感じで、みんなにこうやって渡してます。かわいい。これ私が使う。なんかちょっと意味が分かりました。分かりました。で、なんかいろいろ選んでもらってそれをしおりにしてくれるってことですか？そうです。なんかあの作ることはしることはせずに選んでもらうだけ。見ていいですか？ありがとうございます。あ、じゃあ私もお願いします。あ、でももう、じゃあ本当はあのデザインをする人なんですか？あ、そうです。ワイカモンであのデザイン。へえ。なんかしおりには見えなくてびっくりしました。すいません。こんな巨大なのに言われる。あ、そうだ、ちょっと一瞬なんか他に入れたいものないですか？なんかおすすめのものを入れてる。じゃあおすすめのこの 3D プリンターの素材を。ありがとうございます。なんかこのこれなんか SF かなんかですか？全然 SF じゃない。ありがとうございます。はい、挟んでください。わらび餅ありがとうございます。